自閉症のアーティスト新居浜市の石村義成さんと家族の絆を描いた映画の鑑賞チケットが今日新居浜市の全児童に贈られました。鑑賞チケットが贈られた映画は新居浜光物語青いライオンで、自閉症という発達障害がありながら画家として才能を開花させた新居浜市の石村義成さんと家族の絆をドラマとドキュメンタリーで描いた作品です。今日は映画制作を支援した新居浜市の日光商事の河合雄介社長が新居浜市役所を訪れ、この映画には新居浜への思いがたくさん詰まっていて、まず新居浜の子どもに見てほしいと石川克幸市長に市内16校の全児童分の映画鑑賞チケット5792枚の目録が手渡されました。たくさんの人が自分の個性を生かして、世のため人のために社会で活躍することが、世の中が豊かになるということにもつながってくると思いますので、この映画を見て自分も、自分の、特徴を生かした、こと活動をしようと、そういうきっかけになっていただいたらと思います。映画新居浜光物語青いライオンは今月18日から新居浜市の東宝シネマズ新居浜で先行上映され、順次全国各地で上映される予定です。